ラザフォード・ヘイズ、ラザフォード・バーチャード・ヘイズ、1822年10月4日から1893年1月17日は、アメリカ合衆国の軍人、弁護士、政治家、第19代アメリカ合衆国大統領、ホワイトハウスで、就任の先誓をした初の大統領、大統領として彼は、レコンストラクションの終盤と、 アメリカ合衆国の第二次産業革命初期に国を引いた。ヘイズは南北戦争で分断された南北の和解を試み、後には官庁改革に取り組んだが、いずれも成果を上げるには至らなかった。ヘイズはオハイオ州デラウェアで生まれ、ロワー,ーサンダスキー、現在のフリーモントで弁護士を改良し、1858年から1861年まで、 シンシナティの法務官を務めた。南北戦争が始まると、好調な政治活動を離れて北軍に加わる。彼は五度も負傷し、サウス山の戦いにおいて最も重い傷を負った。戦闘における勇気と功績で名声を得、少々まで昇進した。戦後は、共和党員として1865年から1867年まで会議員を務めた。 議員退職後、おハイオ州知事選に出馬し、2期を務める。2期目の終了後弁護事業を再開したが、1875年に知事の3期目を務めた。1876年、ヘイズはアメリカ史上最も議論を呼んだ選挙の結果大統領に就任した。彼は民主党候補、サミュエル・ティルデンに一般投票では敗れたものの選挙委員会が資格に 疑問の余地があった、選挙人、票20票すべてを、ヘイズのものとし、ヘイズは選挙人選挙を185対184、で制し、僅差で大統領の座を得た。結果は1877年の妥協となり、民主党は、ヘイズの選挙を黙認し、ヘイズは、南部の軍事占領の終わりを受け入れた。ヘイズは、能力主義の政府、人種に関係ない平等な待遇。 および教育による改良を信じた。彼は1877年の鉄道大ストライキを鎮圧するよう連邦軍に命じ、レコンストラクションが終了すると連邦軍の南部撤退を命じた。彼は1880年代から90年代にかけて控えめな官庁改革を実行し、それはさらなる改革のために土台となった。ヘイズは 大統領再生に出馬しないという誓いを守り、オハイオの自宅に退き、社会及び教育改革の支持者となった。身長5フィート8.5インチ、約174センチメートル。ラザフォード・バーチャード・ヘイズは1822年10月4日、ラザフォード・ヘイズとソフィア・バーチャード夫妻の息子として、オハイオ州デラウェアで生まれた。ーントで雑貨店を営んでいた父親は、 1817年に家族と共にオハイオ州に移住したが、息子が生まれる10週間前に死去した。母親のソフィアが一家を支え、ヘイズと妹のファニーを育て上げた。4人の子供のうち、この2人だけが成人まで生き残った。ソフィアは決して再婚しなかった。ソフィアの弟サルディス・バーチャードが家族と同居し、ヘイズの幼少時の教育に貢献した。サルディスは、 ヘイズの父親的存在であった。ヘイズの祖先はニューイングランド植民地の移民であった。最も早いアメリカでの祖先は1625年にスコットランドからコネチカットに移住した。ヘイズの曹祖,祖父エゼケール・ヘイズはアメリカ独立戦争におけるコネチカットの民兵隊員であったが、その息子ヘイズの祖父ラザ・フォードは戦争中にニューヘイブンの家を離れ、 比較的平和であったバーモントに移り住んだ。母方の祖先がバーモントにやってきたのはその頃で、オハイオ州以外の親戚のほとんどはバーモントで暮らしている。結婚によって、叔父となったジョン・ノイズは、バーモントにおける父親の仕事のパートナーで、後には連邦会院議員に選出された。彼のいとこ、メアリー・ジェーン・ノイズ・ミードは彫刻家、ラーキン・ゴールド・スミス・ミードと建築家。 ウィリアム・ラザ・フォード・ミードの母親であった。また、ジョン・ハンフリー・ノイズ、おないだコミュニティの創設者はいとこであった。ヘイズは、デラウェアのコモンスクールに通い、1836年に、ノーウォークのメッソジスト・ノーウォークセミナリーに入学した。ノーウォークで順調に学び、翌年ミドルタウンのエップ大学進学予備校に通い、ラテン語と古代ギリシャ語を学んだ。 オハイオに戻ると1838年に、オハイオ州ガンビアのケニオンカレッジに入学した。彼は、大学生活を楽しみ、学業も順調であった。大学ではいくつかの学生会に加わり、ホイッ等の政治に関心を持つようになった。1842年に優等で大学を卒業し、卒業生総代として演説した。コロンバスで短期間法律を学んだ後、 ヘイズは東へ移り住み、1843年にハーバードロースクールに入学する。1845年にオハイオ州の放送会入りし、ローワーサンダスキー、現在のフリーモントで法律事務所を開業した。当初は校長ではなかったものの、次第に数人の顧客を得、また、オジノサルディスの不動産訴訟における代理人を務めた。1847年にヘイズは、 病気になり、医師は彼が結核でないかと考えた。気候の変化が回復のためになると考え、彼は軍に入隊し、米国戦争に従軍することを考えたが、医師の勧めで、ニューイングランドの家族を訪問した。そこから戻ると、ヘイズは、おじのサルディスと共に再びテキサスへの長期旅行を行い、ケニオンでの友人であり遠い親戚であった、外 MV アンのもとを訪れた。 ローワーサンダースキーに帰った時、事務所は細々と続いていたが、彼はシンシナティへの転居を決心した。ヘイズは1850年にシンシナティに転居、チリコシー出身の弁護士ジョン・ W ・ハーロンと共に法律事務所を開業した。その後ハーロンはより大きな事務所に加わり、ヘイズは新たなパートナーのウィリアム・ K ・ロジャース、リチャード・ M ・コー・ウィント事務所を経営した。 シンシナティでの事業は以前よりも好調で、シンシナティ文学協会とオットフェローズクラブに加わり、大都市での様々な出来事を楽しんだ。彼はまた、シンシナティの聖公会協会の礼拝に出席したが、メンバーにならなかった。彼は、後の妻、ルーシー・ウェップに、そこで出会った。彼の母親は何年も前にルーシーと知り合うよう、進めたが、ヘイズは、 彼女が若すぎると考えたの女性に注意を向けてた。4年後二人はより多くの時間を過ごすようになる。二人は1851年に婚約し、1852年12月30日にルーシーの母親の家で結婚した。続く5年間でルーシーは三人の息子、バーチャード・オースチン、1853年、ウェブ・クック、1856年、およびラザ・フォード・プラット、 1858年を生んだ。ルーシーはメソジストであり、禁酒主義者かつ廃止論者であり、ヘイズは彼女の宗教に絶対に加わらなかったが、彼女の考えはその意見に影響を及ぼした。1845年5月10日に放送会に入り、ロワー,ーサンダスキー、現在のフリーモントで弁護士業を始めた。1849年に、 新シシナティへ移り住み弁護士業を再開した。1857年から1859年まで、市の法務官だった。1861年6月27日、陸軍に入隊し、第23おはよう志願副評連隊の少佐に任官。1861年10月24日には、中佐。1862年10月24日に、大佐に承認し、 1864年10月9日に、順勝。1865年3月3日に、少々に名誉昇進した。南北戦争で5回品種の重傷を負っている。ヘイズは1876年の大統領選挙において、史上稀に見る僅差で勝利した大統領である。ヘイズの対抗馬は民主党のサミュエル・ティルデンニューヨーク州知事であった。 選挙後の最初の開票結果では、選挙人票でティルデンが184票を獲得し、ヘイズの165票を上回ったが、まだ集計されていない票が20票あった。南部のサウスカロライナ州、7票フロリダ州、4票ルイジアナ州、8票とオレゴン州の1人の選挙人の票の20票が論争となり、議会は15人の委員からなる選挙委員会を作り、 問題を決着させる法律を通した。委員会は論争のあった選挙人票20票すべてをヘイズのものとする採決を下し、ヘイズは185対184で選挙を制した。この選挙結果に不信を抱く人々は、裏で、共和民主両党による裏取引があったと噂した南部がヘイズの当選を黙認する代わりに、共和党は南部から 連邦軍が引き上げることに同意し、レコンストクションを終わらせるという裏取引があったと、される。結果、ヘイズは、ヒズ・フロウジュ・ランシー、イカサマ閣下と呼ばれることとなった。ちなみに、近年稀に見る接戦であった2000年、アメリカ州国大統領選挙でも、一般投票では、ジョージ・ W ・ブッシュ5045万6000に、 47.87%に対しアルコア5099万9897、48.38%と敗者の方が上回っている。このため4ヶ月近くも大統領が決定しない異例の事態となった。ヘイズは南北戦争以降連邦軍が駐留していた南部から兵を撤収させた。これにより南北戦争以降黒人解放が進んでいた。 南部では再び旧白人支配層が実権を握り、黒人への人種差別が再び始まった。ヘイズは、黒人の権利は、南部白人に委ねた方が安全であると発言した。また、労働運動に対しても、軍隊を動員して、ストライキを弾圧するなど強硬な手段とった。ヘイズは1880年に再選を求めないと、決心し、その誓いを守って2期目は出馬しなかった。 彼は公認となったジェームズ・ガーフィールドが当選したことに満足し、その任期に関して相談を行った。ガーフィールドの就任後にヘイズと家族はスピーゲルグローブに戻った。彼は忠実な共和党員のままであったが、ニューヨークの民主党の官庁改革に関する意見、認め、1884年の大統領選でグロバー・クリーブランドが当選したことにそれほど、 失望しなかった。彼はまた軍時代の仲間であり、政治的に擁護したウィリアム・マッキンリーが政治経歴を積み重たことに喜びを感じた。ヘイズは教育的チャリティの積極的な提唱者となり、すべての子供のための連邦教育補助金を支持した。彼は教育がアメリカ社会の溝を埋め、個人が自らの状況を改善する最も良い方法であると信じいた。 ヘイズは1887年にオハイオ州立大学の評議会議員に任命された。同大学は彼がオハイオ州知事時代に支援した学校であった。彼は研究としての職業教育の必要性を強調した。私は仕事主義を説きます。私は教育の一部として熟練労働者を信じます。と書き記している。彼は 初めて教育に対する財政援助を行うように上院議員のヘンリー・ W ブリュー・ブレアが提出した法案が成立するように議会に働きかけたが不成功に終わった。ヘイズは1889年にスレーター基金、彼が加わった事前団体の一つに奨学金を申し込むようにと黒人学生を励ますための演説を行った。そのような学生の一人であった。 W.E.B. ルボイスは1892年に奨学金を受け取っている。ヘイズはまた刑務所の待遇改善を指示した。引退に際してヘイズは社会の貧富の甚だしい際に悩んでいた。1886年の演説では資産が主に少数の手の内にあるならば自由な政府は長く持ちこたえることができない。そして大きくの民衆はち教育、そして 老年期における保護を得ることができない。と語っている。翌年、ヘイズは日記にそのことに関する考えを記した。教会で私は、現在は、人々がこの国の巨大な悪と危険について聞く、時間である、何者にもまる危険は、少数によって所有、コントロールされる巨大な富である、と思いついた。お金は力である。連邦議会、州議会、市議会、 法廷、政治集会、マスコミ、宗教会、教育を受けた者と才能を持った者の,のは、その影響は、どんどん大きくなっている。少数の手にある、角の富は、大衆の多くに対する極端な貧困、無知、悪徳と不幸を意味する。しかし、もはや両方に関して討論するべき時間ではない。危険に先駆けて解決する問題があるある。人々に悪に関して、完全に伝え、 確信させるべきだ。彼らに治療を本気で求めさせなければならない。そうすれば、それは見つかるだろう。悪を完全に知ることは、その根絶にたどり着くための第一歩である。ヘンリー・ジョージは、現行制度の腐った様を描くとき、力強い。我々は、控えめに言っても、彼による治療の準備ができていない。我々は、会社、資産、信託、課税と、 その他の重要な利益を管理している法律の変化によって困難に達してそれを取り除くかもしれない。それは土地やその他の資産を省略しない。ヘイズは1889年の妻の死を大いに悲しんだ。妻の死に際して彼は魂はスピーゲルグローブを去った。と書き記した。ルーシーの死後、娘のファニーが彼の旅行相手となり、 孫のもとに訪れるのを楽しんだ。1890年には、モホンクコ会議の黒人問題会議の議長を務め、人種問題についての改革者たちの議論をまとめた。ヘイズは1893年1月17日、心臓発作のため、オハイオ州産ダスキー軍フリーモントの自宅で死去した。最後の言葉は、私はルーシーのもとに行くのを知ってるよ。愛のうざと、 I am going ング e r e she is 出会った。遺体は、オークウッド墓地に埋葬され、次期大統領、グロバー・クリーブランドとオハイオ州知事、ウィリアム・マッキンリーが創立を導いた。オハイオ州のスピーゲル・グローブ州立公園に邸宅が寄贈され、1915年に、そこに再埋葬された。翌年、平ズ記念図書館、博物館、アメリカが詩集国における、 最初の大統領記念図書館がオハヨとヘイズの遺族からの資金によって公園内に開館した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。